はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。皆さん、お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。リカクシパチンコですね。今年はなんか大器晩成だとか、なんかワウワウそれが人生、ワウワウってモームスかと思いましたけどもね、思わねえよって話です。ハズレでしたね。何それ、そんなガセあるの、パチンコみたいに。なんか青色の激アツはちょっとダメみたいな、そんな感じでした。色青だったかな、激アツが。さあ、そんなことはさておいて、今日は牧羊攻めですね。曹操北に攻めています。バカめ曹操、北なんか行ってる場合じゃないんだぜ。こっちはもう牧羊に行こう行こうとこう息巻いてるんだな。ここの国境線まで来てるんだ。見えないのか、この節穴か、なんて考えたらワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。さあ、どうでしょう、曹操はどう出るか。そのまま北上してますね。アホですね、俺はアホですね。勝てるわけがない。よし、いいですよ、後ろ切りましょう。曹操軍進みますね。もう行くしかないと。絶対無理だぞそれ。で、趙雲にもちょっと神前入れときます。ちょっとあれですね、このシリーズもなんかもうこれクライマックスの匂いがしてきましたね。いいですよ、この神前。吉報だ。おっと、やっぱアイテムでしたね。統率プラス2で、やっとも戻らないんだ。歩を取りに行ってる。逃げ回ろうっていう、今度あー朝鮮も外出てるのに。うわー、すごいね、寿命近いやつばっかりなんか雇用してるんだね、理覚って。あっ、またなんか柿が逃げちゃった。あれ、さあ、そしてはい、占領裏はして、これは平坦が切れましたね。いいですね。ご確認ください。あの急戦が戻ってきたらちょっと痛かった。うん、これはしっかり炎章に処理してもらって、牧羊の1万1000これを叩きましょう。一方劉備、こちらは可否ですね。あ、取り合いだ。チキンレース、チキンレースっていうのか、これはビーチフラッグ、可否ビーチフラッグ。ああ、おおお、強い、出てきたけど瞬殺だ。強いな、どうやって倒したの、撃ったかな、今先方見なかったけど。劉備は同盟を結ぶ。バカだ、待ってろっつってんだお前。え、待てるだろって言いながら、これ可否落としちゃうんじゃないか。可否落ちますね、これこれ、どっちかが落とすでしょさすがに。ここまで減ってたら、さあ豪華なんかで食らわして、もう可否は炎上。どうでしょう、一方こっちは牧羊出てこない、出てこないで準備段階入ります。で、総抵抗など献上など取ってしまって、いや取り切らなくてもいけるかな、多分出てこないと思うんで。で、曹操がいない。曹操どこにいるんだ、曹操勝敗か。これはですね、最後勝敗のパターンですね。なるほどなるほど。あー、落ちますね。落ちた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 。なんと孫権だ。報告いたします。孫権ハイエナ成功。これはどうでしょうね。まあこっちにとってはどっちでもいいこと。それでは曹操の根城残り2つ、牧羊攻撃に入る。これで出てこないですね。やっぱりこの兵数差はもう出てこれない。これは兵力ゲームになってしまうのか。今まで兵力で泣いてきた、そして武将の質で泣いてきた。そんな中まだ趙雲にすり寄ろうとしている、有効まで行った汚い理覚軍だ。あ、僕よ勝てえな、やっぱり風取れてないから勝てえな。どんどん死ぬなおい。曹孫公は君主です、北の君主です。やっぱり継いだの河三卿。河三卿は直人インティライミ、
そして一郎にも似ていると評判。ただ中身はクズです。クズと言ったら申し訳ない、ボンクラです。さあ僕を落としましょう。なぜか放置されてる。こちら早急。さあ式が持つのか。式持つんだよな。でもこれ極級の敵って割と持つんだよな。まあ、あの設定にもね、よりますけどね。あの、平坦切れした時の。お？何ですか？これ誰？あー、ローマか。びっくりした。おっと、テルマエが来た。カタパルトが来てしまった。なんと、この大理学軍に、カタパルト！俺は、カタパッドだったらよかったのに、みたいなね。俺は強い。遠距離だけじゃなくて、実際カタパルトは強いですからね。あれ誰か、測った人いないですかね？あの威力、どれだけ上がるか。絶対強いんすよ、カタパルトは。メリメリ減る。さてさて、いろいろ、声聞かれて、おっと、すごい！すごい、牧羊が、来ましたね。火炎地獄。ドゥルドゥルで、これは逃げられない。耐久は半分。素晴らしい速さで減っていくぞ。これは耐久が今線を切るところ。おお、すごいすごいすごい。次のターン落ちますね。これ確実落ちますね。ご確認ください。落ちる時のことをちょっと考えて動きたい。もうね、これ落ちるんで、ここ取ってももうしょうがないな。勝敗迎えましょう。この足でもう一気にグイッといきましょう。もうこれさあ、勝敗いけ。やってやろう。全員かけだ。かけかけろ。全員移動です。最終段階。もうこれはですね、息がてらで多分落ちると思いますね。芸派、挑発、いろいろかけて。さあ、落ちました。上兵ゼロですね。なんかすごいカチ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 言いましたね。どうしたんでしょうね。カチ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 言わないでちょうだい。僕の制圧。承知。外交感情の上昇量、通常時の 150% になる。今、趙雲に釣り寄ろうとしてるところだ。敵将を捕らえたぞ。理学が入った。さあさあ、これをですね、私はすべて、すべて、どうでしょう。お返ししよう。解放。借りは返す。こうするとどうなる？どうなるどうなる？これ親善、親善じゃない、親密行かない？親密行きましたね。このまま、このまま二人でって言いたくなっちゃった。ごめんなさい。言いたくなっちゃった。言いたくなっちゃったよ。さあ、ちょっとストップして、ストップして。あ、下がる、下がる。下がるよ。大丈夫だったな。下がなかった、下がなかった。よし。親善しよう。親善じゃない。幸福勧告しよう。そうそう。どうでしょう。幸福勧告どんだけ効くか、これで。さあ、これは最終回でしょう。もう。え？ああ、そっか、なんかあったな。これなんだっけ？なんかあるんじゃないかな、これ。あれ？違うか。これ、曹操だから行かないのか。あ、剣王じゃないか。一応、剣王ではないか。剣王ではない。いや、おかしいな。この状態でも、ダメか。絶対行きそうやん、こんなの。一都市なのに。じゃあ、炎章は？炎章も降伏しない。劉備。劉備も降伏しない。ほんとかよ。これ兵数か。兵数16万。少なすぎる。4倍の法則に照らし合わせると。いや、でもさすがに、これは、兵数であれば、4倍以上いってるし。いや、なんでこれで、ダメなんだろう。ちょっと一旦様子見てみましょうか。はい、次のターンになりました。降伏、韓国。月初になったんでね、兵数また増えてますんで。ダメ。これはダメですね。こっちの武将が悪いのかな？
あ、ダメダメですね。誰か特定の、いやダメ。あれあれ、劉備って剣王、剣王では ないと思ったけど、劉備も剣王ではないですね。劉備は馬謖剣王なんですよね。それ何回も言う、気になるんだよな、劉備が馬謖剣王って。なんだろうね、これ細胞とか祭祀もこのゲームの中では結構ね、根に持ってる感じなんですね。他にもいっぱいいそうだけど。炎章から出社。炎章同盟かな？同盟結びません。あ、そういえばそうだ。コメントでいただいたことある。あの、親密も、あの、深い親密と浅い親密がね、あるんですよね。確かにね、私もね、それはね、わかる。あの、一発であって、有効まで低下するところと、有効までなかなか低下しないところがあるんで、層がね、やっぱり親密にもあるんですよね。ちょっと奥まで、じゃあまた上げてみますか。なんかそれ前も言いましたっけ、今回ね。なので、これは、炎章、曹操、劉備。でも曹操は振り切ってる気がするんだけどな。なんだろうな。まあ、振り切ってないかもしれない。ちょっと上げてってみましょう。さて、2ターンぐらいちょっと親善してあげてみましたけども、どうでしょう。降伏勧告。曹操。曹操から、まさに降伏。おー、曹操いけますね。曹操を降伏させる。いや、これは滅ぼすよりも降伏。いや、ぶん殴った方がいいのか、降伏がいいのか。どうなんでしょうか。曹操軍以外は？炎章。あ、炎章も行きますね。ただ炎章はちょっと気をつけないと、趙雲と戦ってるんで、一気に趙雲と戦うモードになってしまう。気をつけないと。趙雲が引いてる時にかけたいですね。で、劉備。劉備はダメ。なんで？やっぱりこれでも、聞くようになったってことはあれか。親密の奥がある。ね。さらに高さがあるってことですよね。手前と奥の親密があると。さあ、ここは、曹操ですね。10倍の兵力を持つ炎章にもですね、降伏しなかった曹操。仕方ない、降伏しよう。乱世の七人へ、辛いものだな。あの曹操が、降伏しました。ああ、武将いっぱいですね。じゃんじゃん入ってきますよ、これ。で、今までホロで持ってたやつがですね。まあ、ただのホロですね。入ってきてはくれないんですよね。そして、劉備ですね。わざわざまたね、価値20ぐらいのやつを送って、これダメ押しですね。これで多分上限までいったと思います。で、孫権軍迫ってる。これを救ってやれるのは我々しかいない。で、趙雲。これもダメ押しですね。これもアイテム。いいアイテム。この恩は忘れません。もう奥の奥まで行く。何流氷捕まってんだ。これで全部取れるんじゃないですか。下全部取れると思いますけどね。保存鏡以外。保存鏡も今送ってますけど、何せ遠い。うん。で、これ本拠地マーク欲しいですね。これ今更思ったんですけど。あ、炎章のもと向かいます。炎章は降伏するのかしないのか。降伏。なんと、曹操、そして炎家。両方とも降伏させる李覚。こんな中国は嫌だ。うわー、見てください。この賊が、こんなに中央にはびこって、疫病も流行る。地獄だ。地獄の中華だ。聞いてください。劉備は往復するのか、攻められてるところ助けてやろう。ほら、電報であれば何も問題ありません。なんかこれあれかな、武将のせいもあったかもしれないですね。これ順位区とかいればね、早めに聞いてたかもしれないですね。もしかしたら電報行ってもらいましょう。これで劉備行きましたね。
超運どうだろう。超運三都市行くのか。おお、円環でも行くじゃん。マジか。家北全部もらったな、これ。だこれ遠いのよ。遠いけど、ここら辺取れば近くなりますからね、武将がいるから。おっと、超運出てきた。出てくんなよ。お、こっち来んなって。ストップ、ストップ、ストップ。危ない、危ない、危ない。あいつ危ねえわ。わかった、降伏しよう。超運も降伏だ。交戦。いいですね。で、次のターンには、お、石ももらった。なんと、高尊橋も一気に、いけると。で、劉備。劉備も、降伏。劉備が降伏したことなんてあんのかな。で、孫権はね、一時的に魏に降伏しましたよね。一時的に。でも、劉備はないですよね。逃げ回るけど、降伏はなかった。はずだ。あ、劉備も、いなくなってしまった。ひどい。最後はこの政治力、政治力で中華を席巻していく。ほんと、しかしこれね、降伏勧告が早いし強いね。いい感じに国を残してくれれば。あとは高尊教か。高尊教一発でしょね。え、何を抵抗するか。高尊教よ、何の問題もありません。3ターンかかんのか。生意気だな。かえって生意気だな。承知しました。まあこれで河北も統一ですね。青州統一、河北統一。孫権お疲れ。はい、来ましたね、最後。このシリーズ最後。もちろん我々はね、見てください、これ中原のほとんどと河北を制覇している。領主も安定は取っている。どうでしょう、シェアで言うともう1位ですね。ぶっちぎり1位です。 36%。 次孫権、もうほぼ三国志時代に劉表師匠がこんにちは、馬頭は S いっぱいあるし何気に強いよ馬頭はっていう時代入りましたね。よくわかんないですけど、はい。というところでですね、最後のパチンコどうでしょうか。さあ開きます。はい、いますね、いますね、これさすがにいますね、これ。さあ軍師コメがちょっと見たいとこでしょうけども、しょうけどもね、なんかな。さあこのシリーズ最後のパチンコなんだ。俺だけ広大な国土を持ってるんだ。最後に大当たりね、前のシリーズみたいに序盤で、コチュー来た、うわーみたいな感動くれよ、もう。いい加減くれよ、もう。ほんともういらないんだけど、ね、劉備軍も、曹操軍もやるからいらないんだけど、ほんと。頼むよ。さあ、進めます。さあ、どうでしょうか。見つかった。歓喜なんかいらねえよ。何が小生の輝きだよ。賊ばっか来るな。世話になる。これそういう風になってんのかな。これ族が寄ってくるようにできてんのかな。そういえばあの異民族とかもね、かなり来ましたよね。あー、これもしかして相性近いのが来んのかな。はい、というわけで今回大当たりゼロでしたね。ありました、大当たり。もうエース級、多分これ李鶴みたいな相性のとこに寄ってくるとしたら、エース級って新しい武将であるのかな。果たして族みたいな、この群雄か、群雄相性の人あるかしら。なかなか厳しそうですよね。で、進み、ゲームの進み方としてはですね、まあ曹操をやっつけるところまで行ったらもうほんと破竹の勢いとはこのことね。曹操を降伏させるか否かのところがね、まさに分かれ目。あっという間に占領していきました。このゲームこうなると簡単だから、ちょっとずつの勢力がいっぱい残ってるとね、簡単ですね。で、あとはまあそうですね、
やり方としてはいろんなやり方できますけど、まあ全面的に行くのもよし、一点突破でね、一筆書きみたいに行くのもよし、ただ一筆書きみたいに行くのね、簡単だけど面白くないんですよね。やっぱ全面的に行くのが楽しいと私は思いますけどもね。さあ、というわけで今回で最終回となります。次回はですね、またですね、ちょっとこのまたランダム武将のね、研究をちょっとしたいなと思いますね。これも楽しみから私ちょっと研究に変わりましたね。同じ相性のやつが出やすいのかどうか、うん、ちょっと見ていきたいなというところで、また次のシリーズもお願いいたします。それじゃ皆さん、ありがとうございます。